うわめちゃかっこいい、すごーい。あーいい匂いする。あー本当にロウリュのこの石のね蒸気、あーいい匂い。戦の香りがすんごいんだから。突撃わが町サウナ。皆さん整ってますか。サウナ大好き芸人のマグマンペイです。今週はですね、私東京は錦糸町小金湯に来ております。小金湯さんといったら、まあサウナ水風呂外気浴めちゃくちゃ気持ちいい、もうサウナ好きの方々いらっしゃってる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、実はですねここの2階部分、ここにですね宿泊施設がオープンしてるんですよ。そしてまたね赤すりもオープンしてるんですね。これをですね今日ちょっとお届けしたいなと。サウナ水風呂外局だけじゃない面白いコンテンツ、ちょっと今日はねご紹介させていただければなと思っております。上がってすぐここに見てください、赤すりルームなんですよ。ここしかも専用の完全個室、ベッド1台だけ。ちょっとね部屋がねほんのりあったかいんですよ。やっぱり赤すりするから、あの上にねヒーターも置いてあって、これ赤すりを注文したお客さんはサウナ入った後にポンチョを貸し出してくれて、もうそのままポンチョパッと着てそのまんまここに上がって赤すりを受けてまたサウナに戻れるっていうね、活用ができます。銭湯ですよ、すごくないですか。すごいでしょ。ちょっと開けてみますね、どんな感じになってるでしょう。うわー、あ、ともこさん、あ、こんにちは、ご無沙汰してます。してます、すいません、お忙しい中とんでもないです、ありがとうございます。見せてもらいましょう。こっち、はいはいはい、まず洋室の方から、ね、これが洋室、はい、はい、すごい、ちゃんとセキュリティもバッチリ。うわーめちゃかっこいい、すごい。ここが洋室の方、そうです、洋室、あ、めちゃめちゃいい香りしますよ、この木のね真新しい香り。うわーかわいい。こちらね、シモンズのベッドを採用してるんですね。はい、で、館内着もついてます。これ、小金井の館内着ですか。はい、こう横幅が大きく取られてるからゆったり着れるんですか。はい、こちらもね、デザインは高橋ひろ子さんのデザインで、うんうんうん、形から取って作っていただいたんですよね。へぇ、はい、ゆったりしたサイズでフリーサイズになります。かわいい、はい、ズボンもあります。これはじゃあ宿泊者、ここに泊まった人限定で、はい、限定で着れるタイプになります。ここ宿泊してる人は、はいはい、サウナとかもそのまま下も使えるってことですか。そうですね、入り放題で、入り放題、はい、うん、今ちょっと入場制限で予約とかも受けてるんですけど、うん、そういうのはなしでいつのタイミングでもいつでも入れるっていう感じですね。プラス朝湯も始めたので。朝湯もそうか、はい、そうなんです、朝湯も始められたんですよね。そうです、そっかそっか、じゃあ朝もチェックアウト前にサウナ入って、はい、そうです、そのまま行ける、はい、めちゃいいじゃないですか、すごい。じゃあここみんなで借りて、例えば4人友達とかで1部屋ずつで、はい、もう1グループで借りることもできる。はい、そうするとここ閉じられるので、閉ざされたグループ利用でも大丈夫です。あ、それいいですね。ね、あ、素敵、はい、で、ちょっとこの辺で集まってね、はい、みんなでこうやっておしゃべりなんかして、はいはい、ね、お菓子とか食べながらね、ちょうどね、なんかUNOとかもね、こうできるかもしれないですね。あ、素敵。もう戦の香りがすんごいんだから。これ大体一泊おいくらぐらいですか。まあ季節とか時期とかにもよるんでしょうけど、5,800円です。えー、はい、それは下の入浴料金とかサウナ料金はまた別途、
あのついて、え、で入ってる、はい、税込みで5800円税込み、税込みです、はい、大丈夫なんですか。もちろんです。安すぎませんか。はい、めちゃいいじゃないですか、はい、だって何回でも入れるんですよね、サウナ。はい、入れます。はい、それこそ家族でここね、一部屋借りるっていう ね、使い方も面白いですよね。うん、そうか、じゃあ赤すりもして、サウナも入って、ここに泊まって、ご飯も食べれるし、はい、まあ、でもあと錦糸町もね、いろいろありますからね。あ、そっかそっか。外に出てね、飲みに行くのもいいですし、ね、ああ確かに、はいはい、そうですね、うん、ここで宿取ってニューイングとか、あ、それもありですね。本当サウナ巡りしてもいいですよ ね、銭湯でこうやって泊まれる、真上が泊まれる宿泊施設があるとこって、うん、僕知る限りはないんですけど。そうなんですよね、都内ではないと思います。ないですよね、はい、なんでまたこれやろうと思ったんですか。ちょっとやりたそうですね。でもやり、まあ、こういうのはやっぱり銭湯で、うん、体験ができる、うん、ホテルでっていうのがやっぱり やりたかったっていう。あとその当時この企画があったのはオリンピック の前だったので、はいはい、あのコロナの前だったんで、うんうん、やっぱりあの海外のお客様にもこういうことが、うんうん、銭湯文化とかもやっぱり知ってもらいたいっていうのもあったので、うんうん、そういうのでここをやりたかったんですよね。まあいろいろと状況変わっちゃったので、うん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 、今はまた違うんですけど、はい、でも面白いですね。なんかこう、はい、銭湯って日本独自のこのなんだろう、コミュニティのね、こうカルチャーでもあったりして、うん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 、なんかその人が集まる場所ではあるんだけど、意外とそこは泊まれなかったりもするのが当たり前だったんですけど、 その上にまたねこうやって泊まれる場所があって、うん、またここでもコミュニティが生まれるっていうのはね、うん、すごい新しい試みだなと思って。 ありがとうございます。いや素敵ですよ。そして今日のこれ用意していった、これロールコーヒーですね。ロールコーヒーです。ロールコーヒー、はい、ロールのコーヒー。そうです。え、どういうこと、はい、なんかこれ豆を入れて自分 で自分でまず引くところから始めるんです。お客さんが自分で引くところから。でこれもう入れてもらったんですね。今ちょっとね、あの短縮で、うん、あのもう引いたの、今引いてる状態、はい、大体3名から4名様分ぐらいの量になるんですけど、3名から4名様分、はい、はいはいはい、で今石が熱々に、え、あの、え、熱した何、爆反石の石です。爆反石の石、はい、これ熱々の石、はい、熱い熱いっすよ、はい、こちらにお湯をかけてロウリュします。これにロウリュするの。本当はねちょっと豆も入ってるんですけど、ちょっと豆も入れるんですけど、はいはいはい、はい、え、ここで砂時計をひっくり返す、はい、うわあ、ちょっと もったいないな蒸気が蒸気がもったい、ああいい匂いする。あ、本当にロウリュのこの石のね蒸気、ああいい匂い、本当にロウリュだ。そうです。で、あの爆発石なんで、うん、水もちょっとあのろ過されて美味しい水が出る。へえ、はい、あ、じゃあこれあのエンタメだけじゃないんですね、ちゃんと理にかなってる、はい、そうなんです。で、やっぱり、下に落ちる水も美味しいお水で、うん、で熱いお湯が出るんですけども、はいはいはい、結構口に入れるとすごいまろやかな、へえ、はい、これはじゃあスタッフさんがロウリュしてくださる、すいません、ご自身でやっていただいて、自分たちでこれできるんですか。そうなんです。わ、いいですね、はい、ちょっと僕も いっぱいちょっとロウリュさせていただいていいですか。じゃあこれはやっぱりお客様もロウリュするときはサウナ室同様他のお客さんに断り入れた方がいいんですか。じゃあそれは大丈夫ですか。大丈夫です。ノーこと言わなくて大丈夫。あ、そうかそうか、サウナ室じゃないから。あ、じゃあ好きなタイミングであのロウリュしていただいて大丈夫ってことですね。はい、これはお湯どれぐらい入れたらいいんですか。入れきりな感じ。もう全部入れちゃっていい。あ、ゆっくりこれポタ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 落ちていくんですね。そうなんですね。すげえ。実際これあのアイディアとしては、はい、なんかロウリュコーヒーとかね、はい、あってもいいよねとかいう、なんかこうおしゃべりベースでは、はい、多分出そうですけど、うん、実際にやってるコーヒーないですよね。そうそうです。これ誰が考えたんですか。あ、
れこれやりたかった、やりたかったやりたかった、やりたこう、ね、コーヒー引いてるとこうやってね、うん、香りとかそうですよね、あれがロールみたいですね、うん、でも実際に石入れちゃおうかな、そうですね、このアイデアを発表した時、あのスタッフの皆さんの反応どうでした？全然理解されなかったです何言ってんだろうみたいなじゃあちょっと、はい、ロウリュコーヒーいただきたいと思います。あ、もうでも香りがいい、僕コーヒー大好きですからね、ちょっと、うん、すっきり、うまい、よかった、確かにこれサウナ終わりのコーヒー合いますわ、うん、めちゃの飲みやすいですね、いい、いい、あらー、もうこれいい、これ爆飯石がこのスッキリさを出してるんですか、なんだろう、爆飯石がすごくいい仕事してくれてね、なんか、はい、ゴリッと感というよりかはさらっとこうスッキリ飲めるんですけど、うん、コーヒーのこの香りとうまみはめちゃめちゃ残ってるっていう、うんうん、いいですね、このやっぱり、あ、熱、なんかいろいろとフィルター通すと温度が低くなっちゃったりとかしてて、うん、そうですよね、そう、そうなんです、で石の温度とかもどうしようかみたいなのがあって、うん、で石の温度とかもこうちょっと考えて、石の温度まで考えてるんですか、そうそうそうなんです、ちょっと、はい、あの爆飯石の温度を何度ぐらいまでやるか、ちょっと何度なんだ、何度なんだね、300、あのさ、コーヒー作るのに石の温度で悩むの、ここだけ、この施設だけすごっ、セットを利用しなくてもここは利用できるんですか、うん、それはちょっと難しい、ここは利用できます、あ、できる、はい、じゃあ、カフェっていうか食事だけの利用でここは使って、はい、大丈夫です、すごい、はい、じゃあもうお店じゃん、ここ一個の、あ、そうそう、ね、カフェがオープンしたみたいなことですかね、そうですね、ある意味ね、はい、へえ、なんでまたこの銭湯の上にこういう泊まれたりとか、あ、ご飯食べれたり、まあ、あ、こういったカフェとかこういうものを、ね、まあ赤すりもそうですけど、そうです、ね、銭湯で赤すり体験できるお店ってあんまないですよね、うん、ないですよね、ですよね、うん、なんでまたこういうことしようか、そうですね、まあやっぱり銭湯はこう皆さんにこう来ていただきたい、まあ、地域の皆さんに来ていただきたいんですけど、この上に関しては、まあ、プラスアルファなんか楽しんで帰っていただきたいなっていうのがあって、はい、お風呂とともにここでちょっと休んでいただいたりとか、ちょっと銭湯だとやっぱりすぐに、まあ、あの日常の、あの空間なので、プラスアルファ少し何か休憩したりとかっていう時間をここでも過ごしていただきたいなっていうのがあって、ここも、はい、やりたいなと、2階も、はい、この空間自体、このテーブルとかも移動できますので、うんうん、ここでトークショーとか、あとギャラリーとか、なんか販売会とか何かできたらいいなとは思ってます ね、 いいですね、はい、銭湯でギャラリー、これもまた新しい ね、 ね、使い方ですよね、はい、うわいいな、なんかまたね、こうサウナ施設で食事したりとか、なんかこう例えば赤する受けたりマッサージ受けたりっていうところももちろん楽しみ方はあるんですけど、なんかこう銭湯のこのジャンル、この業界でまたこういう楽しみができるとか、一個こうドンってこうできたっていうのは、なんか僕としてはですよ、あのサウナ好きのこの一ユーザーとしてはすごい一歩だなと思って、ありがとうございます、なかなかで簡単にできることじゃないじゃないですか、だからすごい、なんか素晴らしいこう挑戦っていうか、などの立場で言ってんだっていう話ですけど、あの一消費者として、サウナ好きとして、もう本当にあのやっていただいてありがとうございます、いやいやありがとうございます、なんですけど、あとあのともこさん、なんか最近風邪の噂で、はい、なんかともこさんが最近あのサウナ旅にハマってる、いやサウナ旅全国いろんなところのサウナ施設になんか出没してるっていう噂を、そんなことないです僕のサウナネットワークから、いやいや、この間岐阜に行ってきたんです、岐阜、はい、岐阜、岐阜にサタビ行ってきたんですか、行ってきました、あの、はい、やっぱ番組見てサウナめでたいとかでも岐阜特集やってましたし、はいはいはい、
あの柳橋さん、うん、プロデューサーのこちらの、ね、はい、プロデューサーの柳橋さんが岐阜がいいっていうことで、いろいろと教えてもらって、はい、でこの4件は絶対行った方がいいっていう、その4件をリストアップしもらって、はい、いただいて、はい、そこの4件行ってきました、はい、じゃあもう新幹線で来たんですか。車なんですけど。車で来たんですか。車で岐阜東京岐阜車え、ちなみにその岐阜の4件は どちらに行かれたんですか。めぐみの湯さんと、はい、あといい、ね、そうですね、大垣サウナさんと、はい、田辺サウナさんと、はいはい、田辺思い両親温泉さん、両親両親薬湯、両親薬湯さん、はい、両親薬湯さん、ね、はい、あのスチームサウナの、はい、漢方薬湯、そうですね、はいはいはい、その4件行ってきました。そっか、これでも僕すごい気になったのが、はい、そのいわゆるこう温浴施設の方じゃないですか、はいはい、まあ、いわゆるこう温浴のプロの方がこう、はい、行ってこう見る感じることってどんな感じなのかなっていうのすごい興味あるんですよ。いや、すごい良かったです、岐阜、あのなんか香りがやっぱりすごいこだわってるんだなっていうのが、はあ、薬がやっぱりすごい、はい、漢方とか、うん、そういうのがやっぱりどこの施設もあって、はい、で両親薬湯さんは、はい、あの奥様とたまたまお会いすることができたんで、あそこすっごいスチームなんですよ、はい、ね、かなりあのずっとスチームがね、そうなんです、ほぼずっと出てますね、出てますよね、で木がすごく綺麗なんですよ、でもあのスチームの割にはすごく木があの座面とか背もたれのベンチが、そうなんですね、はい、で管理がすごく大変だろうなってちょっと思ったんですよ、こっち側に入った時に、わすっごいスチームだし、ちょっと待ってください、まずね、あの養子薬湯のスチームサウナに入って管理大変そうってすぐ思えるのはもう完全にプロの目線、すごいそれで、はい、で、まああのまあ、蒸されて上がってきて、はい、主人とも合流した時にあのスチームの管理は大変だよねって2人で話してたんです。すごいなはあ、なるほど、そうそう、で、まあ、奥様がいらしてちょっとあのそこら辺を聞きしたんです、まあ、名乗ってですね、はい、はあ、でじゃあ大変そうじゃないですか、さあ どうやってやってるんですかって聞いたら、あれ本当にあのよく聞いてくださいましたと、あれ本当に大変なんですっていうことで、毎日あの木を全部外して、で木を洗って、で天日干ししないとやっぱり腐っちゃうので、はいはい、天日干しして、で他の木をもうストックを用意しておいて、干されたものをまたやってでスチームやって、それを繰り返してる、毎日毎日じゃあ順繰りであれベンチとかの全部その木を変えてる、そう変えて取って外してて、それ男女でやってるんで、いやそれはそうですよね、だからあんなに綺麗に保ってるんですねって言ってちょっと待ってください、それあの万平が後ほどサウナとかでちゃんと聞いていくやつ、それもうプロの目線でバンバンやってるじゃないですか、すごい僕言ったけどそこまで全然分かんなかったです。あ、確かにあのベンチ、木のベンチは珍しいっていうか、うん、あんまりこう結構スチームはね、タイルが、うん、まあ、多いから木は珍しいななんて思ったんですけど、うん、そこまで全然分かんなかったです、うん、すげえなー、やば、これトモコチャンネル始まったらえらいことになります。他にはどこ、 あとは、うん、あの田辺温熱水、はいはい、保養所、はいはい、あそこもあの、ね、いろいろと話伺ってたので、うん、いいですよね、いいですね、すごい、はい、かった、私が入った時は女性の方が6人いたんですよ、それですごいなと思って、みんな若い方だったんですよ、それで女性も樽一つ、一つです、一つです、はいはいはい、あそこ樽が1個で、はい、お風呂のもないじゃないですか、うんうんうん、わここに6人もと思ったんですけど、やっぱりご主人と奥様が番組の影響でお客様が増えてっていう風におっしゃってて、東京から来たんですねって言ってましたけど、若い方ばっかりでした。あ、そうですか。びっくりしました、私も。またあそこのね、ご主人とあの奥様もすごいいい雰囲気で、ね、うんうん、優しい方々もね。そう、そうなんですよ。本当、うん。めぐみの湯も多分行かれたんで、うん、多分感じた部分もあると思うんですけど、なんかやっぱ薬草、そう、やっぱ岐阜ちょっとすごいですよね。そうなんですよ。で、岐阜になんかそういうあるみたいですね、会社が。
薬草を扱う。そうです、薬草をあのブレンドしたりとか、うん、まあ、薬草の専門の知見を持って販売しているお店さんが何個もなんかあるみたいですね、はい、だからそこら辺ちょっとなんかうちの子がねもなんかちょっと聞きたいなっていうのがちょっとその会社とかねなんか調べられたらいいなとは思ったんですけどね。素敵ですね。めぐみのねゆうさんもすごくこだわってやってらっしゃったんで、はい、いやそれめっちゃいいじゃないですか。ねえ、いいですよ、ね、それやりましょうよ。やりましょうかね。僕はあのそこのお店さんあの連絡先知ってますんで。あ、本当ですか、はい、僕はあのそういう事業と関係なく単純に興味本位で調べて、あ、そうですか、この薬草を育ててる人誰なんだと思って、あの教えていただきまして。あ、そうですか。僕はプライベートでそこにあの話を聞きに行こうかなと思ってたけど今度ちょっと一緒に行きましょう。すごいですね。いや、いいですね。やっぱり、ね、すごいあの歴史もあって、うん、まあ本当にもう戦国時代から多分、うんうんうん、なんかね噂によるとこう織田信長が、うん、あの薬草をあそこで作れて命じて、うん、そこからのこの薬草の歴史がずっとやっぱりあの地帯一帯にあるっていう、うん、でね風土と気候とかもやっぱり適してたみたいで、うん、歴史と知見がすごいらしいんですよね。あ、そうなんです。だからみんなもう全部香りがなんか香りがすごく本当にこだわってる皆さん。そうなんですよ。で、洋ハーブ、あの洋、なんだろう、海外から来たハーブもあるし、はい、逆にあの和ハーブ、はい、もう日本独自の薬草だったりとか、うん、和ハーブとかもちゃんと育ててるっていうのがね、またすごい面白いなと思ってね。それでもやってほしいです、小金井さんで。ね、ぜひちょっと東京でも、ね、お願いします、ね。よろしくお願いします。ね教えてください。行きましょう。あのそうですね、次行くときはあの新幹線でお願いします。あ、そうですね、新幹線ということで、はい、これからの、小金井さん、まあ、あの新しい新店舗、うん、また桜湯もね、これからまた多分、ね、新しいこう、はい、小金井さんのこの智子さんとご主人のね、うん、多分アイディアだったり、うん、思いがどんどんこう、はい、入って新しくなっていくと思いますんで、うん、その3店舗も僕も楽しみにしてます、はい、ということで今週のゲストは小金井のおかみ辛坊智子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。マグマンペイの後ほどサウナで。